逆だから。やばい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 。痛い痛い。逆だ逆だ。気持ちいい。まだまだできる。オッケーオッケーまだあるまだある。まだある。いけ。赤いパンチ。好きないんで逆タクいけるんで。その今日本人の世界一の人と戦ってるナローさんはじゃあ誰なんだろう。これで2本目ですかナローさん。はい。ただの無職です。ね、リード取りました。無職なんですね。無職のおっさん。ただの無職。ただの無職。ただの無職。プロになったことは一度もない。え、本当そう。そうなの。ただの無職です。え、本当に。そうなの。本当に一度もない。無職はリーダーなの。そうなの。無職がリーダー。無職を抜擢したんや。え、でもすごい無職。すごいよな。めっちゃ強い。え、格ゲーが上手いって言われない。リーダーだ。すげえよマジかよ。え、かっこいい。だって社会的にはね、あれだけど。社会的に。うん。マジで。距離感みたいな。隠してる。むしろ。きた！きたこれ。残る。おお、パワーハード。おお、おお、おお、おお。バーカタレ、誰にインパクト打っとんじゃん。ひまわりさんだぞ。誰にインパクト打っとんじゃん。ひまわりさん。ナイスすぎ。できたできたできた。マジですごい。マジでいいのに。めちゃくちゃ良かった。やば。あのね、はっきり言って、はっきり言ってガン処理です。ナイス。やばすぎだろ。やば、最後。うますぎるよ。めっちゃ見てたな。よく返したな。そうね。トラ様続こう。マジかー、マジかー、強い。くっそー。マジかー。でもなんかミスってはない。感じやられたー。いや、やれてはいたんだけどなぁ。すいません。うなぎましか。だけど、あのこれ
カズノコさんと村長とナナイさんで俺の方針について揉めてたやつをさ、めっちゃ思い出して、殴って、ちょっと泣きそうになっちゃった。ここまで、ここまで入ったらめちゃめちゃ重なったんだよな、あれ。殴るやめてガードした方がいいよね。あ、いや、そう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 、素人は黙ったら釈迦さんに振ったらそう、カズノコさんの意見とは違う意見が返ってきて、素人は黙っとるやつって言ってた。そんな感じでもうアシストダイバー行っちゃっていいよ。もうめちゃめちゃ重なったわ。で、まあウルカさんもそのこれ打ってくるかもしれんけど、うん、まあ、いや懐かしい。これはガードしたら、あのガードしてみ。いやー、七井さん、俺一丁前にコーチなんてやってますよ。え、あれはこれはしゃがみに行くよね、別に。あ、もうこれ、これしゃがんでいい、しゃがんでいい。しゃがんでいい。優勝できるといいね。これガードしたら何でも入る。こうやって打ち上がってるから。うん、シビアなんだな。ドンの、すごい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 。何何何これ。え？え、何？わあ。セーバイト。ちゃんと分からされた。ありがとう、ポップ。ポップありがとね。いや、でもうまかったな、普通にな。ねえ、うまかった。戦いとかも割と苦しくて。うん。わあ、やばい。泣きそうになっちゃう。そう、結構ね、そういう気持ちが多かったんだけど、マジで今回の CR カップも全部練習も全部楽しくて。いや、本当にありがとう。うん。うん、ずっと楽しかった、練習も。うん。よかった。うん、うん、勝ったし。うん。よかった。自信も出たし。頑張ったな。いや、ありがとうございます、本当。うん、頑張った。うん。うん。よく頑張った。うん。ワイワイさんが一番頑張ってくれた。いや、まあまあまあ。もう、まあ、もうその言葉が何よりものお返しを。ありがとう。うん、まあ、と互いにね。うん、ありがとう。うん、ありがとう。劇場版ファンだから、なんかね、もうちょっと理性を捨てれると強いと思うんですけどね。そうな、鬼になれよ。理性があるんだ、まだ人間なんすよね、プレイが。そうなんですよね、甘いな。そうなんだ、もっと擦りまくって。あー、もう誰の目も持ちたい。そう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 、うん、なんか大会とかも割と苦しくて、うん、あー、やばい、泣きそうになっちゃう。そう、結構ね、そういう気持ちが多かったんだけど、マジで今回の CR カップも全部練習も全部楽しくて、いや、本当にありがとう。うん、うん、ずっと楽しかった練習も。うん、うん、よかった。うん、勝てたし、うん、自信も出たし、頑張ったな。ありがとうございます、本当。うん、頑張った。うん、うん、よく頑張った。うん、ワイワイさんで話すと見た。オッケー、いけいけ。オッケー、オッケーじゃない、オッケーじゃない。何もオッケーじゃない。ごめん。いやいや、惜しかった。いやー、めっちゃうまかった。全然大丈夫よ、ボンさん。ボンさん、仲良くしようよ。やっちゃったよ。あー、仲良くしようよ。なんかクラッチも嬉しそうだね。大丈夫だったのに。マジかー。ボンさん、やって欲しかったな。いや、惜しかった。さあ、続いて3勝ですね、ファンタさん。はい。さあ、相手はヒイラギさんですけれども、いかがでしょう。そうですね、剣を煽る、一生煽れる材料が欲しいんで、なんとしてでもこの戦い勝ちたいと思います。今日はもうこの CR カップだけではないとかかっているのは、もうそう、あの2つ3つかかってるんで。確かに2024かかってる可能性あるってことですね。そうですね、ただあの、ま、仮に負けたとしてもスクリームで1勝してるんで、五分五分っていう終わりに気持ち的には楽に
戦えると思います。じゃあちょっといろいろかけているということで頑張ってください。はい。なんだろうな。まあ、今日勝つ、ブランカって、今日勝てるキャラみたいな言われがちなんだけど、別に初心者ってそれ実際無理で、初心者って今日勝つ戦い方ってのができないんだよね。だからちゃんと基礎から教えないといけないし、難しい道も通んなきゃいけないし、練習もしなきゃいけないキャラなの、ちゃんと普通にね、ブランカっていう存在が。だから、まあその、トレーニングモードとか楽しくない時間はあったじゃん。あの時間はリーマ好きかもしれないけど、一般的には楽しくないとされてる時間だったんだけど、またたまに楽しくないなって思った時もあると思うし、みんなランクとかカスタムやってんのにね。俺それはよく頑張ったなって思ったよ。ありがとうございます。はい、来た、はい、はい、やめろ、他のやつは。剣、悪いとこ出とるぞ。違う やばいな、悪いとこ出てるぞ、かなり面白い。監督すいません。本当に悪いかのような。